AWS 認定試験アドバンスネットワークスペシャリティサンプル問題シリーズ、今日は第1問目をやっていきたいと思います。前回に引き続き今回ネットワーク系は山本さんと一緒にやっていこうかなと思っています。山本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速1問目をやっていきたいんですけれども、1問目からもう地獄の長さになるんで、まず私の方で読んでいきたいと思います。あるゲーム会社が一つの AWS リージョンで保存されている世界中で利用できるゲームの販売を計画しています。ゲームバックエンドはオートスケーリンググループの一部である EC2インスタンスでホストされています。ゲームではゲームのクライアントとバックエンド間の双方向ストリーミングに GRPC プロトコルを使用します。同社はゲームの保護をするために送信元 IP アドレスに基づいて着信トラフィックをフィルタリングする必要があります。これらの要件を満たすソリューションはどれですか。ここまでがまず問題文で、選択肢も長いです。まず A、 ALB エンドポイントを使用してグローバルアクセラレーターを設定します。 ALB をオートスケーリンググループにアタッチします。 AWS WAF の Web ACL を ALB 用に設定して送信元 IP アドレスに基づいてトラフィックをフィルタリング。 B が NLB をエンドポイントに使用してグローバルアクセラレーターを設定。 NLB をオートスケーリンググループにアタッチして EC2 インスタンスをセキュリティグループに設定して送信元 IP アドレスをフィルターすると。 C が ALB を使用してクラウドフロントディストリビューションを設定して ALB の下にオートスケーリングをアタッチ。 AWS WAF を使って送信元 IP アドレスをフィルタリングすると。 D が NLB を使ってクラウドフロントを設定するというような流れになっています。ちょっと端折って読みましたけども、この4つになりますと。問題文と選択肢をまず読んでみましたが、世界中でゲームのアクセスがあるから、ここのトラフィックをどうにかしなきゃいけないっていうのがまず一つのポイントになるのかなと。あともう一つは、この双方向ストリーミングに GRPC プロトコルを使ってるっていうのが多分ポイントになるのかなというふうに思いますね。多分 GRPC に対応しているサービスはどれかっていうところが問われてるのかな。そうですね。あと一番お尻の方の文章なんですけど、送信元アドレスに基づいて着信トラフィックをフィルタリングする必要がありますということなんで、この保護する機能として行うのが基本的には、AWS WAF を使ってやるのが多分いいのかなっていう気がしますよね。なんでちょっと選択肢をどんどんここから狭めていきますけど、 AWS WAF を使う選択肢になると A か C のどちらかになるのかなという気がしています。 B と D に関してで言うと、おそらくこれだとなんかセキュリティグループに手でどんどんこう追加しなきゃいけなくて運用上問題が出そうなんで、 IP でやるんだったら AWS WAF 使うのがなんかセキュリティのところに関して言うと、ベストに見えるかなという気がしますね。そうですね。この問題古いからあれなんですけど、ネットワークロードバランサーもセキュリティグループ実はつけられるようになったんですけど、対応してない頃の問題で、ネットワークロードバランサーが対応してないから EC2 のセキュリティグループ A なんとかしようねって知っているんですけど、そこまでのトラフィックはグローバルアクセラレーターとかクラウドフロントから NLB に入って EC2 でブロックみたいな感じになるんで、それなりに通信量が発生しちゃうっていうところを考えると、一番前段のところでリクエストブロックしてあげる方が通信量もかからないですし、余計なリスクもないので、アプリケーションロードバランサーの前段のクラウドフロントとかグローバルアクセラレーターかな。あ、でも ACL を ALB に設定してって書いてあるなって考えると、どっちなんだろうな。とりあえず前半で防御するのがいいんで A か C にはなるんでしょうね。今山本さんがお話してくれたのはまず重要で、この試験が出たのって22年なんですよ。だからそこが結構今の知識でやると相互が出るポイントには多分なるかもしれないですね。2023年11月くらいにネットワークロードバランサーのアップデートでセキュリティグループが使えるようになったはずなんで、ってなるとさっき山本さんが言ってた前段でやるってなると、AWS は使いましょうってなるので A、C のどちらかですと。 A と C の選択肢を比較していくとですね、違いがあるのはほとんど構成としては AWS WAF があります、 ALB があります、その下に EC2 のオートスケーリングがありますって構成は同じで、 ALB の手前にグローバルアクセラレーターがいるかクラウドフロントがいるか、どちらかになってきていますね。クラウドフロントから ALB への通信っていうのは、クラウドフロントのサービスが持っている IP アドレスの範囲のパブリック IP アドレスを使ってパブリックの ALB のパブリック IP アドレスに通信するっていう流れになるので、セキュリティグループにクラウドフロントのサービスの IP アドレスを全部登録しなきゃいけなくなるか、クラウドフロントのマネージドプレフィックスリストを登録すればいいんだが、そのアップデートは混乱がねちょっと起きちゃいますね。送信元 IP アドレスに基づいてって書いてあるから、マネージドプレフィックスリストではないので C 消えるんじゃないかなと思います。送信元 IP アドレスの数が多すぎるので、クラウドフロントに関しては私は多分グローバルアクセラレーター使ったことないんで、うっかり私だったら C 選んじゃい
そうになってましたね。送信元 IP アドレス制限するにはクライアント IP アドレスを保持しないといけないじゃないですか、うん、送信元のクライアントのパブリック IP が開発者の IP アドレスだったらいいよみたいな許可をするためにはクライアントの IP アドレスをクラウドフロントなりグローバルアクセラレーターからロードバランサーまで転送してあげないとロードバランサーのセキュリティグループでチェックできないんですよ。なんでそれを考えるとクラウドフロントに送信元 IP アドレスをクライアント IP アドレスを転送する機能ってないので、確かグローバルアクセラレーターはあるんですよ。それを壊れてるんじゃないかな。おお、なるほどね。だ一般的にクラウドフロント使う構成だったらクラウドフロントに WAF をつけてクライアント IP アドレスを許可するっていう構成。あ、確かにそうですね。 AWS WAF を ALB 用に設定してっていうところが良くないところってことですよね。なるほどね。じゃあ確かにそう考えると A か。クラウドフロントからその ALB の通信っていうところはさっき言った通りクラウドフロントのサービスの IP がすげえいっぱいある、うん、ALB にそれを登録してあげなきゃいけないのが辛いんで、なんかそのヘッダーをクラウドフロントからあるヘッダーを送ってあげてそのヘッダーがついてるよねっていうのを ALB の機能とかバックエンドレシーツの機能なり WAF の機能なりで判定してあげないといけない、そういうロジックを使って実装するのが多いんで、クライアント IP アドレスを ALB まで転送っていうのはクラウドフロントでやることってないですね、うん、なんで多分アクセラレーターだと思います。はい、そしたら答えを見てみましょう。答えはこちらでした。 A だ、すごい。あ、よかった。これあれなんですよね、なんか前回のあのデータアナリティクスもそうだったんですけど、一人でやってるとマジで知らない分野だとほぼ間違えるっていう問題が起きるんで、二人とかでやると知識量が増すんで、こうコンテンツとしてもすごい楽しくできるんで、もうめっちゃ助かります。解説のとこなんですけど、まさに山本さんが言ったことかな、 AWS のグローバルアクセラレーターはゲームのグローバルユーザーに低レイテンシーのエンドポイントを投影します。日本語はちょっとあれですけど、アクセラレーターは AWS のネットワークバックボーンを経由しゲームを放送している AWS リージョンにトラフィックをルーティングしますと、うん、ALB は gRPC プロトコルを使用サポートするとともにクライアント IP アドレス保存もサポートします。 ALB はオートスケーリンググループ内の EC2 インスタンスにトラフィック分散して分散してくれます。アクセラレーターをサポートするエンドポイントも提供しますと。 AWS WAF Web ACL と ALB の関連付きによりフィルタリングが提供されています。さっき山本さんが言ったことは微妙に書かれてない気がするな。グローバルアクセラレーターがうんぬんかんぬんの話が細かく書かれてないですね。クライアント IP アドレスの保持でいうところかな。この解説には書かれてないですね。まあそこは多分大事なんですよね。 A 以外のことに関して2行ぐらいで処理されてるのがちょっと辛いですね。これ他のオプションは要件を満たしていませんねまさにこれが NLB はクライアント IP アドレスの保存をサポートしておらず、あれですね、これクラウドフロントは GRPC のプロトコルをサポートしないんですね。 GRPC サポートしてないんですよね。 GRPC と使ってるっていう時点でグローバルアクセラレーターを選ばなきゃいけないって、そもそもそういう風になってたってことですね。これ ALB はサポートしてるって書いてあるんで、 GRPC っていうのが出た時点でグローバルアクセラレーターと ALB の組み合わせに多分なっちゃうっていう風に多分これ判断しなきゃいけない。あ、知らなかった。私もあ、そうなんだって普通に思いましたね。これGRPC 確かに使えないわ。 HTTP か CB2 かそもそも使えないっていう我々の学びにまたなりましたね。ちょっとこれ0回に言わなかったんですけど、1問解く時間が結構短いんで、こういうなんかこれは対応しないっていうのを覚えておかないと、今回って解説とか解きながらやるんで結構時間かけてますけど、まあ、こんなに1問にかけたらもう試験終わっちゃうんで、用語をうまく押さえてこれだっていうふうにできるようにしておくのがいいのかなと思います。ゲームなんで GRPC ってその HTTP より早いやつ、新しくて早いやつみたいな感じなんですけど、それを使うてるってことはレイテンシー気にしてるってことなんで、グローバルアクセラレーターだなって思ってもいいのかもしれないですね。クラウドフロントとかってどうしても CDN だから静的コンテンツのキャッシュっていうところに強みを持ってるから、ゲームっていうところだとあんまり使わないのかもしれないですね。あ、そこの背景とかもやっぱそこでも絞られてくるのかなっていうことですね。そうですね、弊社だとやっぱコーポレートサイトとかウェブサイト系のお仕事が多いからグローバルアクセラレーターあんまり使わないんですけど、まあ、たまに上がるんですよね候補に。ちょっとユースケースとして押さえておきたいですね、グローバルアクセラレーターどういう時に使うのか。そうですね、というところで今回は第1問目を解いていきました。また翌週以降ですね、2問目3問目とやっていきますので、ぜひ皆さんも来週以降見ていただければと思います。というわけで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございました。